条例の遵守や慎重な検討について繰り返しお願いをしてきました。その点についてはこれからもですね、そのあらゆるレベルで対話を続けていきたいと思いますし、またそのこの後のですね、動きというのも引き続き注視をしていかなければならないと思っています。また梶山経済産業大臣は、寿都町と鴨江内村の動きは大変ありがたく思っており、両町村としっかりコミュニケーションを取りながら今後の進め方を検討したいとコメントしました。応募を表明した寿都町の片岡町長は昨日夜東京入りし、今日NUMO原子力発電環境整備機構に応募書類を提出する予定です。